うーし、では今回も中国史の時間を始めようか。ほいほい、今回は、広州の清掃、蔡英をやるぞ。むむむ、なんだか聞いたことがある名前ねー。実は2020年7月25日、だいたい1年半前に蔡英の動画は投稿しているぜ。ああ、あの北宋の大祖長教院の元主君で、五大実国の大乱世を終わらせる道筋をつけた、地方豪族からのし上がった英主、群雄割拠の時代を終焉に導いたことからあの織田信長とも比される、五大実国最高の英傑、蔡英ね。そうだ、今回は五大シリーズの終わり、やりつあぼきやり国用、李尊局らと、彼らに続いた期待、五大の君主たちの話のまとめとして、五大最後にして最大の英雄、蔡英の話を一から組み立て直して、皆様にお伝えするぜ。あの総長を建国した長教院も恐れ敬愛した、疾風怒涛の英雄譚を、今回は楽しんでいただく時間だぜ。ほーん、ひでおねえ。ああ、今回は、久しぶりに英雄らしい英雄を語っていく。敬服する準備はできているかな、霊夢。ははは、そこまで言うなら見届けてやろうじゃないの。それじゃあ、始まり始まりー。この動画は歴史の真実とブロマンスを追い求める、トリポリリン酸ナトリウム人間の提供でお送りします。さて、唐王朝滅亡から宋王朝成立の間の乱世、五大実国時代は、華北では50年ほどの間に5つの王朝が興亡し、河南などの地方では10余りの国が成立した時代で、要するに、中華のあちこちで数々の王朝が起こっては滅んでいく、中華の大分裂時代だったのだぜ。またこの時代は、北の北大帝国領がしばしば中華に侵入したため、天下はまさに大混乱、世は乱れに乱れ、旧五大氏には、百姓、人民、その厳しさに耐えず、景気の民多く道に号泣す、と書かれ、史実願には、大死する者数十万、流亡、挙げて救うべからず、と、民が困窮し生活ができず、餓死する者が多く出た、と記録されている。この世の地獄、戦乱が続いたこの時代、農民たちは為政者に厳しく収奪され、また強制的に徴用され、兵士にされ戦場で働かされたのだぜ。さっきも言ったが、その上期待量の侵入による略奪もかなり大規模に行われている。生きていくのが大変な時代だわねー。そんな中で登場したのが、広州の二代目皇帝蔡英だったのだ。さて蔡英は921年、慶州の有功県に生まれた。彼の父は蔡守霊といい、荘園を経営する地主で、蔡英はこの荘園内にあった別宅で生まれたとされる。ほへえ、蔡英って地主の息子だったのねー。そこから皇帝にまで成り上がるなんて、すごいじゃないの。ああ、とんでもない立身出世だったが、これも乱世だからこそのことだったし、縁にも恵まれていたのだぜ。それは蔡守霊の妹、つまり蔡英の叔母が閣位という、同郷の下級軍人に嫁いだことだ。蔡英の叔母が嫁いだ時、馬補卒士、という下士官級の軍人に過ぎなかった。元部来の徒だったこの人閣位こそ、後の広州の創始者だったのだ。おお、なんとラッキー、蔡英は天下人の甥だったのね。蔡英の叔母、後に西北皇后と送りなされる彼女の内助の子もあり、閣位は戦乱の中で次第に頭角を現していった。やがて閣位は、高官王朝の創始者劉稚園に実力を認められ、高官の重鎮の座に収まり、951年にクーデターを起こし、広州王朝を創始するのだぜ。さて蔡英は、この閣位の妻だった叔母、西北皇后に可愛がられ、幼い頃から閣位の家に引き取られ、そこで成長期を過ごしたとされている。利発な子だった彼はやがて閣位からも目をかけられるようになり、蔡英の近郊、つまり重厚で寡黙な性格を、閣位は特に愛したという。ちなみに西北皇后は閣位が皇帝になる前に亡くなってしまっている。さて蔡英は成長すると、閣位の片腕として活躍するようになる。学問を収め、武術と国記者を得意とした蔡英を、閣位は大いに信任し、閣位の出世とともに彼の勢力の中心的人物となっていった。まあ、閣位も元は将校の中でも下っ端だったので、家はあまり豊かではなく、青年期の蔡英は茶の行商をして閣位の家の家計を助けたという、話も残ってるけどな。へえ、やっぱりこの人たち、
あまり権勢のある家じゃなかったのね。さて閣位がぐんぐん出世して、950年行と優秀、天遊軍節度使となると、蔡英も天遊軍がない都市騎士のポストが与えられた。この時彼は30歳、閣位の働きとともにそれを支える蔡英も出世していったのだぜ。さて閣位と蔡英が行に赴任した年の冬、高官の都開放では、劉知縁の後を継いだ高官2代目皇帝が、自らの地位に不安を感じて、都に住まう高官僧侶の後進やその一族をひたすら殺して回ったのだぜ。この時、閣位の家族のほぼ全てが犠牲となり彼の幼い実子も皆殺されてしまった。閣位の家族、さらに暗殺の間の手は行の閣位に及び、ついに意を決した彼は、挙兵したぜ。閣位は瞬く間に都解放に攻め入り、部下に擁立されて帝位に着いた。こうして開かれたのが、五代最後の王朝講習である。蔡英はこの時行で留守を預かり、閣位の即位とともに泉州節度使に任じられ、大元軍校に報じられたのだぜ。泉州を統治した蔡英は、当時人々に課せられていた複雑かつ重い付加税を、撤廃し、彼らの負担を軽減したという。そして953年になると、蔡英は都解放に呼び戻され、新王に報じられ、解放院に任命され、正式に閣位の後継者として認められたのだぜ。ちなみに解放院というのは、都である解放の長官だ。さて蔡英が閣位の後継者に決まった頃から、閣位の健康が優れなくなってくる。あるいは、閣位は体調が悪くなったからこそ、蔡英に権力を与えて、後継問題を解決しておこうとしたのだろう。そして翌954年の正月、閣位は世を去った。享年51歳、彼の治世はわずか3年だったが、彼は五大十国を象徴する超ベテラン政治家風道を最小に起用し、反乱の平定以外は一切戦を起こさず、民政の安定にひたすら努めた。短い治世ながら、光州の波揚の礎を築いた名君だったのだぜ。954年、蔡英は閣位の後を継いで光州の二代目皇帝となった。彼が光州の正宗である、彼の即位の際には目立った混乱は見られず、五代の時代にありがちな代替わりで内紛が発生するようなことはなかった。これは、蔡英が光州の後継者としてふさわしい実力を有していることを、それまでの実績から周囲に認められていたからだろう。時に蔡英34歳、気力体力とも充実した、働き盛りの若き新皇帝の誕生だった。さてここで蔡英が即位する以前の、彼の評判を見てみると、均衡、だの、沈重加減、だのと言われ、慎重で寡黙だが、重厚で頼りがいのある人物であると評価されていたのだぜ。しかし皇帝となった彼は、打って変わって積極果断、猛烈な勢いで、天下統一に邁進していくこととなった。しかし蔡英には即位直後、いきなり試練が訪れたのだ。北韓と遼の連合軍が、閣位の死に乗じて退去して侵攻してきたのだぜ。北韓というのは閣位が滅ぼした高官の後継王朝で、遼の支援を受けた衛星国だ。その北韓と遼が光州の代替わりの隙をついて動いたのだぜ。蔡英はこの連合軍なんかの砲を受けて、直ちに自ら光州軍を率いて迎撃に出ることを決めた。しかし蔡相風道は新政はあまりにも危険すぎるとこれに反対。ほとんどの長身もこれと同様の意見だった。蔡英はこの時新政反対派の代表風道に、昔、党の大宗、李世民が天下を平定した時も、自ら軍を率いて敵と戦ったのだ。私だってのんびりと腰を落ち着けていることなどできぬ、と言って説得しようとしたのだ。すると風道は、恐れながら、陛下が党の大宗になられるかどうかは誰にもわかりませぬ。と返したという、まあ確かに北韓だけならまだしも領も加わった連合軍相手に、皇帝自身が出陣して戦うのはリスキーすぎるんだよな。だが蔡英は、私は強大な兵力を持って迎え撃つのだ。山で卵を押しつぶすようなものではないか、とあくまでも神聖の意を変えず、陛下が山になられるかどうかは、誰にもわかりませぬ、といった風道らの反対を押し切って申請した。こうして954年3月、卓州郊外の公平で蔡英率いる光州軍と、北韓、両連合軍が激突したのだぜ。これが世に名高い公平の戦いだ。
この戦いは互いに右翼、左翼、中央の軍に分かれ、蔡英は中央の軍の後方で、総指揮にあたり、史跡を犯して必死に特戦した。しかし甲州軍の後続の部隊が戦場に到着しないまま、戦闘が始まり、開戦早々甲州軍は劣勢に陥った。北韓の総大将である皇帝劉崇は、甲州の軍勢が少なく、自軍が優勢であることを見て取ると、すぐに楊の将を呼び寄せ、この度の戦に楊の助力は無用、と、楊軍は戦闘に参加しないよう要請したのだぜ。これは戦将の手柄を独り占めにし、楊になるべく借りを作らないようにする政治的工作だった。刻一刻戦況が変化する戦場で、このような政治ができたのだから、よほど北韓軍を率いる劉崇は余裕があったのだろう。劉崇、甲州軍を舐めてるわね。やっちまえよ蔡英。だが甲州軍の左翼を任された将軍は北韓軍の猛攻を受け、逃亡。甲州軍の左翼は開戦直後に崩壊してしまったのだぜ。ええー、嘘。甲州軍弱すぎ。蔡英は崩壊した左翼を立て直すべく、親衛隊を率いて陣頭に立って兵を励ましたが、史跡の飛び交う前線に総大将が出ることは危険すぎた。ここで数千の兵を率いて蔡英を援護し、死力を尽くして奮戦したのが、近衛軍の将校だった、後の総長の大祖長教員である。長教員といえば天下を取った後、粛清を極力控えたり祭祀を保護したり、彼が開いた総王朝が文治主義だったりしたこともあって、穏やかなイメージがあるが、彼自身はゴリゴリの猛将だったのだぜ。この長教員の猛烈な奮戦で北韓軍を押し返した甲州軍は、一気に勢いを盛り返し、今度は北韓軍を圧倒し始めた。やったぜ。こうして形勢は逆転、劉崇にとって逆転の切り札となり得た楊軍も、北韓軍が押されていくのを見て撤退。あらあら、手出し無用とか言ってるから、そこにやっと甲州軍の後続部隊が到着し、勝敗は決した。終わってみれば甲州軍の圧勝である、北韓軍は本拠地太原に敗走したのだった。さて戦後、問題となったのは開戦早々逃走した左翼の将軍たちである。彼らは甲州軍の大将を知り、三三五五帰陣してきたのだ。お、厚顔無恥。この時帰ってきたのは、将校も合わせると74名にも上り、彼らを使えばかなりの軍団を編成できるほどの数だったのだぜ。これは処分しづらいわね。特に天下平定事業なんてやろうと思ったら、まとまった軍事力は必要になるもの。だが蔡英は全員処断した。はぁ、彼はこの74名を、一人残らず軍規に違反したとして残罪に処したのだぜ。おぉ、こうして、それまで五代の悪い気風を受け継ぎ、ともすれば強慢になりがちだった将兵は、一気に軍規を守るようになったのだぜ。正しいかもしれないけど恐ろしいわー。苛烈にして公明正大、それが公正の蔡英表だ。さて劉崇率いる北韓軍の主力を破った蔡英は、勢いに乗じて、本拠地太原攻めを敢行した。しかし包囲はできたものの、兵糧不足に陥り、急した甲州軍は太原周辺で略奪に走り、侵攻直後は掴んでいた周辺住民の民心を手放してしまったのだぜ。蔡英は慌てて略奪をやめさせたが、時すでに遅く、兵糧不足に民心の離反が重なり、2ヶ月間にわたって蔡英が陣頭に立って包囲を続けるも、撤退せざるを得ない状況となってしまった。こうして蔡英は北韓から撤兵し、4ヶ月ぶりに解放に帰還した。北韓は滅ぼせなかったか。それはそうだったが、公平の戦いの勝利によって得た成果もあった。一つは北韓を痛めつけることに成功し、北からの脅威が大きく緩和されたことだ。もう一つは蔡英自身が申請して脅威を破ったことで、自身の威信が確立されたことだ。即位直後に自らの力を示したことで、政治の上での決定も、蔡英が長身たちをリードしていくこととなったのだぜ。なるほどねー。この公平の戦いで蔡英は、外では脅威を打ち払い、内では自身の権力を強めたのね。まさにピンチをチャンスに変えたのだぜ。さて帰還した蔡英は、今度は国内政治の刷新に取り掛かった。公平の戦いで甲州軍の左翼がいきなり崩壊したことを反省し、皇帝直属の軍、金軍の点検と整理に乗り出した。当時の金軍の兵士は、王朝が変わってもそのまま引き継がれ、老兵が多く、
史実眼に大敵に会うごとに、柱ざればすなわち下る、と言われるように、強打で使い物にならない兵士がかなり混じっていたのだ。蔡英はこのような老兵弱兵を整理し、よりすぐった精鋭を金軍に残した。また新たに兵を募り、選抜して金軍に組み込み、そして優れた軍人を抜擢し、上級のポストに引き上げたのだぜ。こうして、士卒の盛況なること近代無比、地方を征伐して向かうところ皆勝は、洗練の力なり、とこれもまた、史実眼に記録されるように、甲州軍は一気に強力になり、これが統一戦争の原動力となった。さらに蔡英は後期の粛清を推進し、私利私欲で法を曲げたり、収賄を図った役人に対して、通常より厳しい罰を与えて、見せしめにするなど、非常に厳しい態度で臨んだのだぜ。また一方では、広く人材を求め、即位早々昇権令を下し、天下の春祭を集め、序列に関係なく人材を登用した。こうして寛解の好機を引き締め、有能な人材を政治に参画させながら、蔡英は内政を整え、国力の充実を図った。まずは国の大元、農業の振興である。閣議の時代の内政立て直しで人口流出に歯止めがかかった甲州だったが、蔡英はさらに生産力を高めるために、租税の軽減や水利の開発を行い、農民の生活が安定するような政策を行った。ええやん。ただ、このような政策はどうしても実行してから効果が出るまで時間がかかる。統一戦争を勝ち抜くには兵力も必要だが、それ以上に莫大な金が必要だったのだぜ。マネーイズパワーか。でも国が豊かになるには時間がかかるんでしょ。そうだ。だから蔡英はあるところから分取ってきたのだぜ。それが、955年5月から始まる、大仏教弾圧だぜ。お金が欲しいから仏教弾圧？何それ意味不明。そうだろうそうだろうが母。中国史における大規模な仏教弾圧事件は、三部一層の法難、と呼ばれ、北魏の大武帝、北州の武帝、東の武装、甲州の政僧、蔡英、の、4人の皇帝の治世で行われた仏教弾圧なのだが、仏教弾圧と一口に言っても、それぞれ内容は微妙に異なっている。まあ、この動画は蔡英の動画なので、解説するのは彼の仏教弾圧にとどめるぜ。さて蔡英の仏教弾圧の特徴は、先ほども言った通り、金のため、つまり経済政策だったのだぜ。宗教弾圧なのだから、他の宗教、特に道教絡みの仏教弾圧が多い中で、宗教色のない、蔡英の仏教弾圧は非常に珍しかったのだ。さてその内容は、大きく分けると2点。一つは皇帝から自学を与えられた直学寺以外の全ての寺の廃棄。もう一つは、今後僧侶となるものは、必ず官の認可が必要になる、というものだった。この政策により、33,336 もの寺院が廃棄され、存続が許されたのは2,694寺だった。甲州では9割以上の寺院が破棄され、僧や尼は合わせて17万人以上が強制的に減俗させられたという。やばい。これにより蔡英は当時の寺院が所有していた広大な寺領と、そこで働いていた多くの農道を手に入れたのだぜ。寺領はもともと治外法権とされ、課税されなかったのだ。蔡英は膨大な数の寺を解体することで、税収を拡大させたのだぜ。さらに蔡英は摂取した銅製の仏像や仏具を溶かし、当時不足しがちだった銅線を作り、物資の流通を促進させた。このように蔡英の仏教弾圧は、税収増と経済振興を狙いとした策だったのだ。仏教界は当然この政策を激しく批判したが、同志などにそそのかされたのではなく、蔡英自身が天下統一に必要な経済力を手に入れる策として確信を持って、推進したので、この仏教弾圧が途中で止まるはずがなかった。ああ、蔡英は自身に向かって、お前たちも仏像を壊すのをためらってはならない。そもそも仏というのは善をもって人を導くものである。それゆえ善を施行して、仏を頼るのは良いのだ。しかし仏像はあくまで仏像であり、仏そのものではない。私はこう聞いているぞ。仏は人のためならば我が身を犠牲にすることを意図はなかった。と、私も民の窮状を救うためならば、この身など少しも惜しいとは思わないのだ。
だから寺も潰すし仏像も壊して溶かして銅線にしてしまおう、ということね。現実的で合理的だけど、とんでもない人ねー。このような西英の断固とした態度で国政に臨む姿は、芝公も西英は仁君と言えよう、自身の身を愛すことなく民を愛したのだ。西英は明君と言えよう、国にとって無益なことをなさず、有益なことをなしたのだ。と著書、史実願、で政治家にとって最大級の賛辞を送っている。まあ、総長の人物である芝公は総長の祖、長教院の主君で、総の天下の礎を築いた西英を、立場的に褒めないはずがないんだけどな。さて、西英は仏教弾圧のような過激な政策をはじめ、内政面で数々の積極策を打ち、これにより農業生産や経済が安定し、公衆の国力が充実する兆しが見えた。ただ、これら内政面の政策は、すべて統一事業を行うためのものだったとも言える。ではここからは、西英がそれだけ入念に準備を進めて発動した。公衆の天下平定戦を見ていこう。さて世の明君には優秀な補佐役がつきものだ。州の文王、武王における太公望、劉備における諸葛亮、修験章における勇気などなど、大戦略を描く望臣がおり、西英にとってのそれは彼、王勃だったのだぜ。王勃？なんて普通の名前。さて王勃が検索した天下平定策というのが、潰しやすい国から潰す、というものだった。具体的には公衆と接する国境線が長く、備えの薄い部分を容易に突くことができる江東を最初に制し、それから南関、公職に向かう、という南方国家の個別撃破策だった。これまでの対立関係から、容易に下りそうもない北関は無理に攻めず、公衆が各地方の諸国を圧倒する力を得ることが先決である、としたのが王勃の天下平定策だった。他の帝臣が遠征自体に反対する中で、王勃のこの具体的な策は、西英に大いに歓迎され、ここから彼は重用されるようになり、国家の重職を任されるようになった。王勃の立案したこの方策は、公衆を継いだ総長の統一事業にも引き継がれている。総の大祖長教員は、西英の没する同年に死んだこの王勃がもし生きていたら、きっと私は天使にはなれなかっただろう、と後に語るほど、西英の参謀として抜群の実力を持ち、信頼を勝ち得た人物だったのだぜ。じゃあ王勃の説いた通り、公衆の統一戦争は江東攻めから始まったのね。ところが吉凶、西英がまず出兵したのは公職だった。いきなり方針転換ですか。まあまあ、まずは改革した公衆軍の実力を知るための小手調べよ。955年のこの出兵は公職の北部4州を削り取るための戦いで、五代の王朝の代替わりのどさくさに紛れて公職に奪われた土地の、奪回作戦だったのだぜ。なるほどねー。まあどちらにしろ、西英が鍛え直した新生公衆軍なら楽勝でしょ。ところが吉凶、この遠征軍はかなり苦戦してしまったのだぜ。そこで西英は長教員を前線に派遣して視察させ、彼から攻略可能、との報告を受けたので、諸軍を激励して進撃させた。この戦い、西英も長教員も軍を率いていたわけではないのね。そう、彼らは後職の四州奪還作戦には参戦せず、本命の南東攻略に備えていたのだ。そして954年11月ついに4州を全て奪還し、ほぼ同時に南東攻略戦が始まった。この南東は五大十国時代の地方政権、いわゆる十国の国で、最強の国だった。この地図ではすでに淮南一帯を疾患しているが、当時はこの辺りも南東の勢力圏であり、西英は自ら軍を率い、また長教員も伝前軍を率いて出陣したのだぜ。西英&長教員、これはまさしく公衆の本気、豪華な軍団ねー。彼らが率いた公衆軍は淮南、江北の諸州を破竹の勢いで攻略し、南東を大いに慌てさせたのだぜ。特に長教員の活躍は凄まじく、幼少女州を攻略し、さらに南東軍の大将を生け捕りにし、さらに南東軍と激闘を繰り返し、万余の死球を挙げた。この戦いの功で、長教員は公衆軍の最精鋭、伝前軍の総司令官である、伝前都指揮使に任命され、さらに帝国軍節度使を授けられた。長教員、ぐんぐん出世しとるわねー。
さて、甲州軍は所詮は快進撃を続け、南東領深くまで進攻したが、やがて南東軍の反撃にあって後退を余儀なくされた。というのも、南東領は進めば進むほど河川故障が増え、鍛え上げられた甲州軍の騎兵も、持ち味の機動力が活かせず、さらに南東の強力な水軍に圧倒されてしまった。また、南東の圧政に苦しんでいたこの地方の農民たちは、はじめ甲州軍を解放軍とみなして歓迎したが、やがて甲州軍が略奪を行うと、農民たちも武装してゲリラと化し、甲州軍を背後から襲うようになった。また占領政策失敗しとるやんけ。戦いに行き詰まった蔡英は一旦都に引き返し、南東の捕虜を使って、水軍の訓練と拡充を図って陣容を整え直し、957年2月、第2回の新政を行った。この時は新編成した水軍が絶大な威力を発揮し、最大の要衝徐州を落とすことに成功した。また南東の大軍を幾度も撃破し、大いに成果を上げた。さらに同年10月、蔡英の対南東3度目の新政が決定だとなり、南東は長江以北の地14州を全て失い、毎年甲州に降納することとなった。最強の地方政権南東が敗れたことで、南北の王朝の勢力の均衡は崩れた。中でも莫大な富を生み出す淮南の塩の産地を得たことで、甲州は軍事力だけでなく経済力でも他を圧倒するようになったのだ。これ以降東王朝の後継を主張していた南東は、江南国、と国号を改め、甲州の従属国の座に転落してしまった。この衰退した南東の最後の君主、風流皇帝李煜についてはこちらの動画をどうぞ。さて南東侵攻に成功し、いよいよ他を圧倒する力を得た甲州は、王勃が描いた戦略の通り、地方政権を滅ぼして回るかと思いきや、領で暴君牧草が立って混乱する隙をつき、燕雲16州の奪回に動いた。燕雲16州とは北族の帝国領に支配された中華の土地で、現在の北京、当時の雄州を含む北の地域だ。959年に開始されたこの北征も新政で、総大将は蔡英、水軍の大将は張教員が担った。北での戦いに水軍関係あるの？あるある。甲州軍は黄河や大運河で水軍を使って迅速に行軍したのだ。蔡英を得意の電撃作戦において、張教員は重要な任務を担ったわけだ。さて蔡英は都解放を出て42日で、16州のうちの南に突出した2州を、ほぼ無傷で奪回することに成功したのだ。彼の早すぎる進撃は、両軍ですら対応が追いつかず、いよいよ領の南の一大拠点雄州まで、甲州軍はあと一歩のところまで迫った。だがここで、蔡英は病に倒れてしまったのだ。ああ、やむなく進撃を中断して都に引き返したが、そのわずか半月後に、蔡英は世を去ってしまった。こんなところで終わり？終わりだ。蔡英の治世はわずか5年に過ぎず、39歳の若さで急逝してしまったのだぜ。39、それにしたって若すぎでしょうよ。蔡英の子、蔡宗君はこの時まだ7歳の子供に過ぎず、即位から半年後に、張教員がクーデターを起こし、宋王朝が開かれる。この960年の宋王朝の成立により、五大実国の時代は終わり、蔡英の統一事業は張教員に引き継がれるのだった。さて甲州の政争、蔡英は短い在位期間ながら、内政を整えて政権の基盤を強化し、自ら軍を率いて北韓、両、南東と戦い、天下平定に宣伝をつけたのだ。統一への先駆者的存在であるところや、積極果断な性格、部下に対する峻烈な態度は、家臣から非常に恐れられたが、また同時にこうある者には、厚く遇さないことはなく、人、その命を恐れ、その敬に懐かざるなし、と語られ、彼こそ君主としてあるべき姿の一例とされたのだぜ。といったところで今回の蔡英の話は終わりだぜ。今回もご視聴いただきありがとうございましたぜ。とりあえず五大シリーズは一旦ここで終わりにして、次回はこの時代から離れるぜ。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもありがとうございます。ただいま、投稿スケジュールが絶賛崩壊中なので、次回はネタ動画で行こうと思います。スーパーサンクスもいつもありがとうございますぜ。もうほんと感謝でございます。
メンバーシップ登録もありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。次回は今年最後の動画です。よろしくねー。